オキシテトラサイクリンとは2番目に発見された広域テトラサイクリン系抗生物質である。テトラサイクリン系の抗生物質として細菌感染症の治療に使用される。日本ではテラマイシン軟膏とテラコートリル軟膏が販売されている。一般向け製品は同一商品名でジョンソンジョンソンが販売している。オキシテトラサイクリンの抗菌スペクトルは広く、 グラム陽性菌、グラム陰性菌、スピロヘータ、リケッチや、クラミジア等に有効であるが、一部の細菌は抵抗性を形成しており、その場合には有効性が低い。細菌が必須とするタンパク質の合成を阻害して作用する。タンパク質を合成できないことで、細菌は成長、分裂、増殖を妨げられ、人体等の免疫機能で処理され、または、 自然死する。オックストクはアクネ菌によるニキビの治療に日常的に用いられている。海外ではクラミジア感染症、肺炎等を起こすマイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌等による慢性機械支援の増悪、リケッチア感染症や急熱の治療にも使用される。オキシテトラサイクリンの適応菌種は 制限が設けられておらず、オキシテトラサイクリン管制菌とされている。オキシテトラサイクリン等のテトラサイクリン系抗生物質は、一般の感染症や稀な感染症等、多くの感染症の治療に用いられる。中等度重度のニキビの治療には6から8週間のオックストクトフがなされるが、3ヶ月以上改善が見られない場合は、他の治療法に切り替えるべきである。 海外では、スピロヘータ感染症やクロストリジウム感染症、ペニシリンに、感性の炭素症の治療にも使われるほか、呼吸器、尿路、皮膚、耳、目の感染症や、臨病の治療にも用いられるが、近年では、耐性菌が増加しているので、使用頻度は減少している。ペニシリン系、マクロライド系薬剤にアレルギーを持つ患者に使われることがある。 レジオネラ症の治療にもマクロライド、または、キノロンの代替として使用される。ライム病、ブルセラ症、コレラ、チフス、ヤト病や、クラミジア、マイコプラズマ、リケッチや感染症等には、薬理学的特性が改善されたドキシサイクリンが用いられる。概要で監査が成立する恐れがあるので、トフ部位の創用、主張等に注意が必要である。 オックストク耐性菌、または非感性菌が、菌抗対象を引き起こすことがある。内服した場合の副作用は、テトラサイクリン系に代表的な胃腸症状を呼び、光過敏症である。歯や、骨等のカルシウム濃度の高い器官にダメージを与えることがあるが、稀である。また時に鼻空を侵食するので、妊産婦、授乳婦、 12歳未満の症には、代わりの治療法がないと危害は内服すべきでないと、される。広域抗生物質の使用後に、患児脱症が発生することは、珍しくない。土壌中の放線ン,ンストレプトマイセスライモシスから、発見され、1950年に、オキシテトラサイクリンの化学構造が同定された。この発見後テトラサイクリン系の研究が盛んとなり、 誘導体ドキシサイクリンが合成された。オキシテトラサイクリンは、ミツバチの幼虫を犯す、不治病の治療に応用される。オックストクは粉末、または筋肉内注射で家畜の呼吸器疾患にも使われる。家畜や家金の伝染病を予防するために餌に混ぜて使用される。オックストクは一部が消化管から吸収され、残りは堆肥中に蓄積される。 米国農業研究事業団の研究によると、大比中のオキシテトラサイクリンの分解は、酸素濃度及び湿度に依存的である。また湿度が高いと、酸素濃度が低下して、オックストクの分解が遅くなる。ありがとうございます。